草フグは、フグ目フグ科に属する魚。名の由来は、背面が緑色っぽいため。餌の横取りがうまく、そして口術の毒があることから、釣り人からは嫌われている。体長は10から25センチメートル程度。テトロドトキシンが含まれる。内臓と皮、は、特に肝臓、腸、卵巣は、毒性が強い。筋肉の毒性は弱い。 食べられないと思われがちであるが、食用が許可されており、フグ調理師が処理したものなら食べることができる。味は淡白で微味である。しかし、多量に食べると毒が、致死量に達すると言われているため、過食は厳禁。当たったら身の終わりになるというダジャレから、古門フグや、梨フグ、悲願フグなどと共に、名古屋フグとも呼ばれる。草フグ二千十八点八六鹿島コ皮フは、 背中は暗緑褐色で丸い昇白点があり、覆面は白く、胸びれ上部と背びれの付け根には黒色藩がある。小さな棘もある。分布は北海道道南から沖縄までの沿岸、朝鮮半島南部、中国大陸南部など、浅い岩礁、砂地、寄水域に多く生息する。時には、 河川下流域にも出現し、ほぼ塩分濃度のない真水の河川中流域まで遡上することもあり、鮎の共ずりにかかることがある。この行動についてはまだ謎が多いが体についた寄生虫を退治するためと考えられている。フグは体にうろこを持たないため細菌に弱くそのため、真水に入ると出てくる粘液と共に体についた細菌を剥がしていると考えられている。 泳ぎ方は、他のフグカの魚と同じく、胸びれ、尻びれ、背びれを羽ばたくようにして泳ぐ。素早くは泳げないのも他のフグカの魚と同様。5から8月の新月や満月の日に大群で押し寄せがんで産卵する。産卵の前には産卵場所に、偵察として何匹かが現れて、安全かどうかを確かめる。安全と確認した上で産卵が始まる。 草フグの産卵はとても特徴的で、まず、メスが産卵したところに、オスが一斉に縫製する。それによって、波打ち剤が白く濁るほどになる。産卵は約1時間ほど続く。卵は0.5ミ、mm、リメートルほどで、干潮時の乾燥に耐えられるよう、殻は丈夫にできている。蜂から9日で孵化するが、ハゼ等に食べられてしまうことが多い。 砂に潜る習性から、砂フグとも言われる。また、チーチーフグ、ぐ、赤目フグとも呼ばれる。鈴木勤、つとむ、田中町、学研雑学百科独学教室読の仕組みから、世界の独自研マボまで、読のすべてをわかりやすく、解説株式会社学研マーティング、2011年、197ページ。 ISBN 978から4から05から40万4832から4東京中日スポーツ2011年5月20日付16面旅人の書ありがとうございます